おわっ、アタックが。おっと、おお、うわっ、うわっ、うわっ、こんにちは、スタルケルです。皆さん、こちらのアルティメットバルキリー購入しましたでしょうか？自分このアルティメットバルキリーの動画いろいろ出してるので、ぜひ見てみてください。で、いや、ちょっとこれアルティメットバルキリーじゃないじゃないですかって思った方ね、たくさんいるかと思うんですけども、今回何をやっていくのかというと、こちらでございます。 DB ダイナマイトバトル改造ガイド12月版が来たということで、このアルティメットバルキリーの3つのカスタムを試して、どれが一番強いのかっていうのを決めていきたいと思います。で、自分が今からこの3つのカスタムの説明をするので、皆さんはこれが一番強そうだなって思ったやつをコメント欄に書いて当ててください。このアルティメットベリアルとかアルティメットバルキリーとかプロミネンスバルキリーとかってね、コメントで書いてください。当たった方にはおめでとうと返信しますので、ぜひみんなコメントしてみてください。ということで、一番最初はこちら、アルティメットベリアル AL3 ファーストギア超打撃のアタック改造で、これがローモードになっております。ラバーバの打撃力を3点重心のアーマーで底上げし、さらにオーバードライブシステム搭載ドライバーに進化ギアを装着して相手を破壊するといったアタックタイプのベイになっております。いや、これね、確かにこのベリアルもバーストロック、オーバードライブで出てくるし、で、このオールマイトもオーバードライブシステムで、ここ軸先がへこんでね、あのアタックになるっていうのプラス、この V ギアもついてるっていうので、これ結構この重量もあるし、アタック力もあるし、でバーストもしないみたいな、なんかもう強そうな感じがもうすでにしておりますね。うん、まあっていう結構面白い改造なんじゃないでしょうか。そして2個目、こちら、アルティメットバルキリー OVNV10 カウンター型スタミナ改造で、これがローモードになっております。レイヤーの相手に突き刺さるラバーバをバウンド攻撃化して、ディスクとドライバーで回転力を上げて強烈なカウンターを繰り出すということで、そう、このアルティメットって結構カウンターもすごいので、このオーバーっていうすごい重くて、こう外重心っていうね、もうめっちゃ万能ディスクつけたりとか、このスタミナドライバーにしてるのはすごい面白いんですけども、これちょっとね、このネバーが普通のね、ドライバーなので結構こうロックが緩いんですよね、というところでちょっと不安がね、残りつつみたいな感じなんですけど、うまくこうカウンターを決めてくれるのかってところでしょう。そしてラストがこちら、はい、プロミネンスバルキリー LGMUN2 受け流し特化のディフェンス改造で、これがハイモードになっております。シールドで相手のスタミナを消耗させ、攻撃力を削り取りつつ、バトル後半は重量があり粘りのあるドライバーで徹底的に受け流すといったディフェンスモードになっております。いや、これはどうなんでしょうか。ちょっと横から見た時に、結構やっぱハイモードだから、こう上がなんかそのトップヘビーみたいな感じになって、こうバランス崩さないかなみたいな思うんですけど、あとこれね、ユニバースのこのガードパーツあるじゃないですか、これをもうね、この意味なさずに、このレガシーがスタジアムにこうくっついちゃうんですよ。っていうので、結構するんじゃないかなと、スタジアムにレガシーが、うん、っていうところも結構懸念点ではありますね。うん、まあといった3つのこちらのベイなんですけれども、皆さんどれが強いかっていうのは決めましたでしょうか？決めたらコメントしてみてください。アルティメットベリアルとか、アルティメットバルキリーとか、プロミネンスバルキリーとかね、ぜひコメントしてみてください。そして今回この3つのベイと戦うベイはこちらになっております。はい、まずは1体目こちら、ロアバハムートギガモーメント10、もう最強ベイですね、うん、左回転です。そして次、
アストラルスプリガンオーバークワトロゼロ万能で、これは右回転にしております。同回転が見たいので。そしてラストまた最強ベイグレイテストラファエルオーバーハイエクステンドプラスダッシュということで、この左回転右回転右回転のこのもう最強の布陣を用意しましたので、この3機と戦わせてどれが強いのかっていうのを決めていきたいと思います。それでは早速バトルやっていきましょう。それではまずはこちらのアルティメットベリアルオールマイト3ファーストギアで戦っていきましょう。一番最初に戦うのはロアバハムーとギガモーメント10です。それではやっていきましょう。アタック強すぎる。ロアバハムートオーバーはやばいこれ。それでは次はアストラルスプリガンオーバークワトロゼロと戦っていきたいと思います。これオーバーしてますけど、最初バーストさせてからオーバーしてるのでバーストフィニッシュですね。スプリガンバーストはやばいなこれ。それではラストグレイテストラファエルオーバーハイエクステンドプラスダッシュと戦っていきましょう。いやちょっとこれマジでやばい。ベイ爆弾してますね。ということでアルティメットベリアルオールマイト3のファーストギア使ってみたんですけど、これガチ最強アタックベイですね。史上最強ぐらい言ってもいいんじゃないかと思います。この3をちゃんとこの刃の位置と合わせてあげるっていう風にすればいいんじゃないかなと思います。いやこれめちゃくちゃ強いわ。それでは次はアルティメットバルキリーオーバーネバー10で戦っていきたいと思います。一番最初に戦うのはロアバハムとギガモーメント10です。それではやっていきましょう。アタックが、いやこのアルティメットがめちゃくちゃ強いのかもしれない。いやロアバハカウンターやばいですね。それでは次はアストラルスプリガンオーバークワトロゼロと戦っていきたいと思います。まさかの一発バースト。やっぱりちょっとバーストはしやすいですねこれは。それでは最後グレイテストラファエルオーバーハイエクステンドプラスダッシュと戦っていきましょう。ふわっと攻める攻める、上から攻める。しかしグレイテストラファエルは耐える。あでも体勢が崩れているか。おこれはもしや、あ負ける。いやさすがにラファエルのスタミナには勝てなかったと。ということでアルティメットバルキリーオーバーネバー10使ってみた感じなんですけども、まあ、カウンターはやっぱ強いですねこのアルティメット。そしてこのバルキリーのバウンドもあっていいんですけど、まあ、こんな感じですぐバーストしちゃうっていうのがちょっと欠点だったかなということで、ちょっとダッシュ系ドライバーとか使うともっと強いのかなと思いました。それではラストプロミネンスバルキリーレガシーメタルユニバース2、これでバトルやっていきましょう。一番最初に戦うのはロアバハムとギガモーメント10です。それではやっていきましょう。だて終わった。メタルユニバース暴れておりますが、ロアバハムートはセンターを陣取ると、そして周りから徐々に攻めていくが、うわっとこれはレガシーが当たってますね。いやもう早くも送り合い、これはどうなるのか。
どっちが勝つ、モーメント対メタルユニバース。あー、ギリモーメントでしょうか。やっぱりバハムートは強いですね。それでは次はアストラルスプリガンオーバークワトロゼロと戦っていきましょう。おっとさて、また外周から攻めていくと。スプリガンはセンター。さて、右回転対右回転ですからね。純粋にどっちがスタミナがあるのか。おっと、先打ちに負けるとこれは厳しいね。それではラスト、グレイテストラファエルオーバーハイエクステンドプラスダッシュと戦っていきましょう。さて、はい、おなじみの外周から、そしてラファエルはセンターと。さて、ユニバース回っておりますが、はい、ここから最後スタミナどっちがあるのか。おっと、おー、ラファエルにはめちゃくちゃ強い、不思議だ。ということで、プロミネンス・バルキリーレガシー・メタル・ユニバース2、いかがだったでしょうか。なんかやっぱこの高さなんですかね、このラファエルにはめっちゃ強かったですね。なんかやっぱりこう相性っていうのがあるんでしょうね。まあ、ただちょっとバハムートとスプリガンに余裕で負けてたので厳しいかなと。ということで、今回のダイナマイトバトル改造ガイド12月版いかがだったでしょうか。いや、実際全部強いところありましたね。これ本当選ぶのが難しいんですけども、最強ベイ選んでいきたいと思います。この3つのベイの中で一番強かったのはこちら、アルティメットベリアルオールマイト3ファーストギアですね。この重さからのアタックはもう強すぎる。まさかのオーバー2連&バーストねっていうのを決めるとはね、思いませんでしたね。いや、これはね、でも結構扱うのが結構難しかったので、まあ初心者向けではないんですけれども、使いこなしたらめちゃくちゃ強いんじゃないかなと思います。ということで、皆さん当たりましたでしょうかね。皆さんぜひ、あと他に強いカスタムあるよとかいう方もね、ぜひコメントしていただければ嬉しいなと思います。ということで、今回の動画いいなと思った方はぜひチャンネル登録や高評価、 Twitter のフォロー、やサブチャンネルの登録などよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。